ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで隠し階段みたいなものがあったりとかはしないんでしょうか。この1個、ほら1個だけあるとか確実に怪しい。階段の中は全部こういう仕様なんかな。こんなところで無駄に使ってしまったぜ。爆弾しまっといた方がいいかな。すごくもったいないことをした気が。さあ、おっと、なんか今までになく強そうな敵たちが。ね、あっこなんかありそうじゃない？絶対スコップで掘るところやと思う。そしてそこの穴からもいっぱいなんか出てきそうな予感。これ絶対なんかあるやろ。ちょっと待って。違う。ハートや。あれ？ただのハートか。爆弾使うやん、こいつ。マジで？これ全部。こいつあれなんかな？一体だけなんかな？それとも何体もあって、そいつが攻撃をして。あー、落ちたー！はっはっは。モグラ叩き。何体もおるんや。あ、これやない？やった、黄金の葉っぱを見つけた。何枚必要って言ったっけ。あ、やっぱり一体だけがひょこひょこといろんなところから顔を出し寄ったわけですね。あの、君たち2体に同時に来るのはやめてくれ。ああ、上から切るっていう方法も。ハートか。君かい？パサパサ言ってるの。なんなの？なんもできないな。なんもできないな。あのパサパサ音すごい気になるんやけど。あれやね、爆弾で。敵ではないんかな？飾り？飾り？ちょ、待って。いいよ。はっ。あ、飛んだ。あ、やっぱ敵。おお、やったー。どこに何が仕掛けられとるかわからんね。黄金の葉っぱを手に入れた。やったぜ。これはハートの数と同じだけ？いや、違うよね、別に。そんなんみんなハートの数違う。とりあえずこの辺で回復していく。ふう。さあ、じゃあ中入りますか。中に入ってきたけれど、これ動き出したりせんよね。いやー、やめてよ。痛い。あ、でも剣タイプよりかはマシなような気が。痛いな。いやー、何、びっくりした。なんかと思った。あのプニプニした敵はどこんでも出てくるんだろう。何。あー、びっくりした。何が起こったんかと思って。今度は何枚あった？5枚7枚はい、黄金の葉っぱゲット。なんかもうさ、ゾウと並んで一緒にいるのやめ、一緒にじゃないけど、そうかと思うからやめてよ。よろけろよ。あー、ちょっと待って、もう1体ある。2体になられたら、あいつめっちゃ無反応やってきた。何、あー、ちょっと力がなくなっちゃうから早くしてくれませんか。あー、待って、じわじわ体力なく。無理、マジお前ら無理。ちょ、とりあえず1体に、とりあえず1体になって。はっ。ふぅ。回復。やめてよ。
この盾構えてんのにさ、攻撃当たってくるのは一体何なの？あ、これで扉が開くんや。お、お城の門が開いた。これで帰りは楽ちんだ。やったー、帰りは楽ちん。あの、ハートが欲しいんですけど、回復したーい。あれ、爆弾で爆発させるやつじゃない？絶対そうよね。あー、こっちに来るんかい。上がってくるんかい。ちょ、待って。待って、そういう感じ。いや、やめよ、そういうのマジで。はっ、じゃああっち側もさ、おおあー、ゲームオーバー。とりあえず、はい。あ、いっ、キャー、なにその冷静についてくるのやめてよ。痛い痛い痛い。あのビリビリは縦じゃ弾けんのかな。あ、間違えた。とりあえず両方壊したけど。あー、やったー。はい、黄金の葉っぱゲット。これで4枚目 ?5 枚ぐらいやったかな、必要なの。いってえな。いってえな。うわー、絶対近寄りたくないやつやん。え？なんか動き出しそうじゃない？大丈夫？大丈夫か？外に出てきた。この辺回復スポットあったりしないの？うわー、しまったよ。しまっちゃったよ。持ち上げて壊すしかないか。あ、爆弾、やった、爆弾補充。でもこの先にあの鎖を振り回してるあいつがいるんでしょ。超嫌なんだけど。ハートもっと置いとけや。え、え、もしかしてこれ壺で割らんといかんかったとか、そういうやつ。壺の絵描いとるし、そういうパターンかな。あ、やっぱり。そういうことか。まあ、でも、再び回復できたからよき。やったー、爆弾もまた補充。行くぜ。これさ、怖い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 。飛ばしてくる。痛い、ね、絶対今骨砕けたけん、マジで。もう、やめてよー、行ってーわ。痛い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 。あ、でも一応縦で弾くことはできるけど。おー、やったよ。お、ついに最後の1枚、やっぱ5枚。ついに最後の1枚を手に入れちゃったぜ。じゃあとりあえずリチャードのとこ持って行って鍵のこと聞こう。鍵鍵鍵とは何だったかしら。あれ、ハートがない。もうハートはないの？ちょっと回復ぐらいさせてよ。あ、もう爆弾何もないわ。2回までか。リチャードは一体どこにいるんでしたっけ。よいしょ。ハートない、ないな。ないな。回復が、キャー、来ないでー。助けてー。ここは一体、ここは一体どこでしょうか。あら、迷子私。あ、これ、あ、こんなところにもマーサの入り江。やった、こんなとこにもあったわ。ん、これか。あれは誰の家。あ、来たことないところか、これ。助けて、ゆるりらじいさん。私の進み具合が分かっとるかどうか知らんけど。チャ、ジーコ、ジーコ、ジーコ、プルルプルルガチャ。うるいらじゃ、スコップ。スコップは買ったかな？あちこち掘ると何かあるかもしれんぞ。ガチャ。分かってるよ、買ってるよ。そこの端っことかなんかありそうな予感。
あ、間違えた。待って、もうなんか絶対あるやろ。あ、貝殻、イエーイ、秘密の貝殻ゲット。あ、なんか人魚の像がある。いや、そうじゃなくってさ、ってことはこっち側は関係ないということだ。なんかめっちゃなんか土地は持っとるっぽいけど、すごいボロい感じのボロい感じの別荘に住んどったよね。どっから行けるんですっけ。あっちの上からかな。あ、穴ぼこ畑来たよ。ここぐるっと回ってったら多分リチャードの、あ、ここか。どうも。トレビアン、葉っぱがすべて揃ったんだね。さあ、このカエルの像を動かしたまえ。僕からのお礼の印だよ。カエルの像を動かす。お、階段。宝の山がザクザクパターン。ちょっと待って、いや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 、地下にモンスター買うなや。おい、これ落としとくんかな。よいしょ。あ、でここジャンプでいくんやね。ちょ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 、え、これじゃないよね、お礼って。え、いや、そりゃこれも集めるべきものなんだろうけれど、これじゃないよね、お礼って。あ、よかった。まだ先があるっぽい。じゃないとね。じゃないとね、貝殻ですって言われてもちょっと困るし。とりあえず全部やっつけてみよう。やった、ハート。ふぅ。で、外じゃないこれ。あ、もしかして。やめてよ。何やってくれてんの。もしかしてお礼ってあれ、ハートのかけらのことかな。でもとりあえず全部草を取ってしまおう。回復もしたいし。あ、ちょ、じゃあここはあれだね、ためとかじゃなく慎重に行った方が良さげだね。そっか、それで穴ぼこ畑。確かに穴ぼこだらけだわ。正しい道に進まんかったら穴ぼこに遮り、え、え、待って、あ、ここ周り全部穴ぼこなんだけど、どうすればいいの。あ、待って、え、フクロウの、これ目の前絶対なんかない。何もなかった。ここの石の下はさすがに何もない。そうかよ、おい。足元に秘密あり。いや、わかる。わかるよ、それは。すごくわかるよ、それは。これ爆弾投げたらいいのかな？爆弾投げれる？あ、これで。え？ちょっと待って。あの、穴ぼこしか、え、え？穴ぼこだらけなんですけど、どうしたらいいんですかね、これ。もしかしてここから、え、なんだ、ちょっと待って。え、違うんよね。なくなったし、待って、これで取れる。え、取れんやん。え、取れんやん。ちょっと待って、どうすればいいのこれ。真ん中の部分だったら大丈夫とか。避けてるんか。てい。え、取れませんけど、どうしたらいいんすかこれ。なんなの、ふざけてるの。え、ね、俺あれでしょ、ハートのかけらでしょ。ね、戻ってきたよ私。君のおかげで葉っぱ戻って、僕は幸せだな。私幸せじゃないんだけど、あの、あの、あの、は
意味がわかんねえよ。これはカナレットの後ろまでの時間やし、いや、あの、謎すぎて、ウクク草原。爆弾も使い切っちゃったじゃねえかよ。何してくれてんの、ちょっと。もしかしてあれか？フクロウの銅像。いや、銅じゃないけど。フクロウの石像のところに何か秘密が。おう。守りの木の実。ありがたくいただいていく。あれじゃない多分。あの前の葉っぱのところだって怪しすぎやん。絶対怪しすぎやん。という、ああ。ということやから、ほら、だって、あれ、あからさますぎるやろ。フロウの像のところに行って、多分さ、あの前の部分を、コップで掘るんじゃないの？ほら、ねえ、絶対これなんかないとおかしいやん。足元に秘密ありっていうのは、この、目の前の足元ってことかな。鍵、これ、あ、このじゃない？絶対そうやん。スライムの鍵を手に入れた。ウクク草原の入り口へ行こう。ってことやけん。は、ほら、これやろ。確実に。確実にこれやろ。はぁ。やった。やっとや。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで多分あのハートのかけらは、ま、おまけみたいな感じだけど、今の私ではトレン状態、多分突っ込んでいくとかダッシュみたいなのが必要なんやと思う。